国枝久氏は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の、調教師である。岐阜県立元須高等学校、東京農工大学農学部獣医学科卒業。戸籍上の表記は、国枝である。息子は、斉藤誠9社で臨時の調教休務員を務め、調教助手転身と共に、池上正弘9社に移籍し、2011年より、自給者所属の調教助手である。 国枝淳と勢いつかさかず旧社所属の休務員である国枝昌。中学3年生の時に競馬を見るのが好きだった友達の影響で自分も興味を持ち高校でより一層馬に関係する仕事に就きたくなり獣医学科のある大学を目指し東京農工大学農学部獣医学科へ進学そこで馬術部に所属して時間やアルバイトの稼ぎも馬術に突き込んだ。 大学卒業後も馬に携わりたいと馬術部で知り合った高橋博史と話すと山崎将棋が大卒者の助手を探しているからと紹介してもらい1978年会場されたばかりの見本トレーニングセンター山崎将棋級者で調教助手となる1989年に調教師免許を取得し翌1990年に級者を開業初出走は 同年2月4日、東京競馬第3競争のシャインハードで11着。初勝利は、同年3月10日、中山競馬第10競争の竜華無で、延べ9頭目であった。1998年のダービー競チャレンジトロフィーを、ブラックホークで制して、重勝初勝利。同馬は、翌1999年のスプリンターズステークスも、優勝し、初 GI 勝利も飾った。 2010年には、アパパネで、ヒンバ3冠を獲得した。2014年12月21日、第66回朝日杯フューチュリティステークスをダノンプラチナで制覇した。2018年、アーモンドアイで自身2度目のヒンバ3冠を獲得した。JRA の調教師が3冠を複数回、達成したのは初の事例である。成功到底の現状から期待場については、 下級条件でも積極的に関西圏に遠征させ、その際に立東トレーニングセンターに滞在させて、その施設を積極的に利用してトレーニングを行っていることでも有名で、いわゆる立東留学のパイオニア的存在とも言われている。国枝は立東留学について雑誌のインタビューで、 昔は関東から関西への直前輸送はなかったんだから、昔は一旦立冬に入るやり方でやって勝っていたんだから、そのやり方をもう一度やってみよう。それだけのこと、私の場合はやはり立冬に事前入給することで輸送の負担を減らしたいということと語っており、主に長時間の輸送が競争場へ与える負担の軽減に重きを置いている。一方で、 立党留学をやらなくても勝てるならやりませんよ。立党反路がいかにいいものだったとしても、肝心のレースに疲れが出てしまう、とかね。その辺をよく見極める必要があると思いますよとも、語っており、施設面における見ほど立党の差は、レース結果にはあまり関係ないとの見解を示している。太字は、文科生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。